うしよう。なんか微妙に腹減ったよね。外に出たい気もするんだけど、外に出たい気もするんだけどな。靴下がないからな。作りしておかないとすぐ出れないよな。近くはあんまないんだよな、博多口の方は。博多口の方はあんまりないんだよな。ぶっちゃけナイスどうぞ、ありがとう。まあ確かにな、スリッパね。乾燥機が早く開いてくれないとどうにもならん、これマジで。乾燥機が開いてくれんとどうにもなりまへんがな。明日の準備だけしと。
そう、どれが有料なんだろう。あ、これね、無料ないから。 ありがとう柴田さん。もう一回だけ 見に行ってくるわ、乾燥機。もう一回だけ見に行ってくる。もしかしたら空いてるかもしれない。空いてればいいけどな。入れすぎや、あんなちっちゃいのに。家族分入れとったで、中国人の人が。ちょうど行ったら出そうとしてたからラッキーと思ったら、また突っ込みやがった。入れすぎよ、あんなちっちゃいのに。乾燥機がもうグワングワン動いてたもん。20 minutes 20 minutes って言われちゃった。20分、あと20分回しますって言われた。そう、詰め込んだら乾かないんだよ、あんなの。だからトレーナーとか洗わないんだよね、ホテルで。乾かないから、どうせ部屋に干した方が早く乾くもんね。ね、乾燥機で無理に乾かしたら他のも乾かなくなるんだよな。キャパオーバーしちゃうと。他の階あるのかな。コインランドリー20分かよ。ちょっとネットで調べてみよう。6階9階、6階が空いてるかもしれない。6階と9階って書いてある。6階まで行かないといけないのか。お疲れ様です、ありがとう。
ありがとう、無料アイテム。見に行くか。開いてた。あ、どうぞうさんありがとう。6階は開いてた。うん。速報、中ちゃんが行方不明。中ちゃんが行方不明。ちゃんが行方不明ということ。イベラスしなかったみたい。なんでだろう。行方不明。ありがとうございます。ここ、あ、ありがとうございます。いつもすいません。ありがとうございます。家から出ちゃったのかな。養分は連絡取れてる。じゃあ大丈夫なんじゃない。さんが電話してる。出ないでしょ。養分の出そうだけど出ないんじゃない。そういう時って本当に仲いい人の電話しか出たくないもんね。多分出ないんじゃない多分。出かけたっきり帰ってこないって。
はるちゃんからありがとう。配信切れちゃうかもな。もしかしたら Wi-Fi 切った瞬間に切れちゃうかもな。入れてるかな、映像映ってる？大丈夫？こっち側なんかないかな。この牛丼屋さん小さい頃一回来たことあるな。こっち行ってもなんもないんだよな、でも。なんもないんだよね、博多口方面ってね。ありがとう、トランプ。コンビニしかないもんな。マジなんもない。人もいなけりゃなんもないよ。マジなんもない。あ、福岡の人なんだ。買うからね、あんまりちょろちょろできなくなっちゃう。こっち降りれないのか。近くにいるんじゃない？近くにいるんじゃない？やろう。
見てきたのはいいけど、なんねえな。こんばんみ。外に出てきたのはいいけどさ、めっちゃタクシー並んでる。こんな時間に終電逃し組かな。30人ぐらい並んでる。あそこしか乗れないのかな、タクシーって。終電はな、福岡はね、場所によると思うけど12時半ぐらいなのなくなるんだよ。俺福岡でも電車乗ったことないから詳しくは知らんけど、さは地下鉄、いやタクシーで行くよ。キャリーが大きいから空港まで10分ちょっとだしね。タクシーで行くわ。キャリーバッグ持った博多駅なんか降りたり登ったりするね。いや、なんもないんすよ。こんばんは。マジなんもないんすよ、ここら辺は。筑紫口側も居酒屋しかないしね。なんもないんだよな。熊本もね、行きたかったんだけどね、いろいろ。早めに出て。また今度かな。当分ちょっと遠出は。できないかもしれない。うん、こっちもなんもないよな。空いてる店。地元だからね、年に1回ぐらいは帰ってくるだろうけど、なんもねえな。あー、ありがとう、姉ちゃん。ババアに何か買っていくよ、じゃあ。ありがとう。食
べれるものが限られてるからね。タクシーで行くからな、空港でなんか買っていくか。みかんもね、自分で剥けないからね。飴と、まあ、なんか欲しいって言ったらなんか後で買いに行けばいいしな。でも時間的に1時間ぐらいしかないんだよね、会える時間。そのまますぐ飛行機で帰っちゃうから。ありがとう部長。帰りの飛行機の時間もあるからね。何にもないな。空港行けばまあいますけど、朝は いるっちゃいますけど、配信はできないんでね、空港の中。石川さんが前やってたけどね、福岡空港でツイキャスはいいのかな。ふわっちはダメっぽいですけどね。コンビニで買えばよかったね。のりさん前やってたけどね、空港の中で。俺はしたことないけど。俺はナイス、ありがとう。中に入らなければいいのか。川屋がある、川屋近寄りできないのかな。待ってるよね。一層も閉まってるし開いてないな。スキヤならあるわ。スキヤならある。スケさんうどん、この辺はね、バスの手前まで歩かないとないね。この辺はね、前の会社が僕は働いたのこの辺なんで、このすぐ近くなんですよ。昔働いてた会社がね。よく来てたよこの辺、毎日この時間に歩いて帰ってたな、会社から家までね。懐かしいよ。家はなかったけどな、その時は。懐かしい。
どこに住んでたの？博多区だよ、昔。博多区も住んでたし、役員にも住んでた。青だった、赤だった。違う違う。えらい遠くまで来ちゃったな。この鉄鍋餃子ってあるじゃん、ここめっちゃ並ぶんだよ。開店が5時ぐらいなんだけど、いつもね30人ぐらい並んでる。本店だよね確か。めっちゃ人気だよ、ここ。餃子しかないんだけど、メニュー。すげえ並んでる。一回だけ食ったことあるけど、うまかったよ。めっちゃ行列。めっちゃ懐かしいな、この辺。やっと水炊き炊き餃子はどうだ。あそこにもあるけどね、でも基本鉄鍋だな、あそこは。何だったっけな。そこ串田神社なんだよ、まっすぐ行ったら。串田神社。ナンバーワン閉まってんな。開いてないわ、この時間は。まあこの時間は開いてないっすわね。こっち行ったら中すらけど。トイレ行くのやつだ。ちゃんラーメン、あそこも有名だよね。こっちに行ったらね、スケさんがあるんだよ。スケさんうどんがあるよ、こっちに行ったら。どうもありがとう。タイホは嫌いなんだよ。スケさんあるし、この先に大きいスケさんがある。塩店かな。あっちが中瀬なんですよね。山笠コースだからね、ここも。
チンコはよく行ってた。近所なの今回でもリアトツは誰も来てないですよ。宮崎行って東京帰ります。飛行機で行って、そのまま羽田まで帰る、宮崎から。だからずっとこの道帰ってたな、7年ぐらいくたびれて歩いて帰ってたな。随分昔のことみたいだね。千葉通りを江平に向かっては何の話をしてるの？どこの話をしてるの？まあ宮崎じゃないよ。
やばい人。遠いよ、めっちゃ歩いてる。大阪にもできたらしいね。お客さんはね。
げるところでもいいです。すいません、あの食べてるとこ動画で撮っても大丈夫ですか？自分、うん、はい、大丈夫です。すいません福岡は車移動の人が多いからね。うどんがやばいね、うどんが。ぶにょぶにょ。コシがないからね。
お腹いっぱいかも。でもこれでごぼう天うどんはね760円おにぎり1個120円だから1000円いかないんだよ。肉とごぼうが入ってね、安いんだよな。
ホイールだけ行っとこう。ウエストラあんま好きじゃないの。帰るか。スリーは10位までだね。11位だと0円。
ギリギリだよ。だからこの無料もらおうと思ってエントリーした。寝てるだろうなみんな。アンシリー、あのイベント詳細で見たら分かるよ。コインランドリーな6階に置いてるのね。西洋人と確かに忘れてた。この道なんか雰囲気あるよね。ここなんか時期になるとね、この辺にあるお寺が全部中がね、お庭がね、ライトアップとかイルミネーションがつくんだよね。ここ夏だったかな。暗いですけど。なんかね、スタンプラリーみたいな感じで回るイベントがあるんだよね。電気切れてますやん。時間にここ一人で歩くのはお勧めしません。さっき俺が歩いてたところらへんが殺人事件起きたところなんだよね。博多口の方ね。なんか一人を殺されたでしょ、女の人がブサって刺されて。あれ博多口なんだよな。覚えてない、なんか夜そうセブンイレブンのとこ、ちょうど付き合ってた男に殺されたんだよ。そうそうそう、あれ何年、2年前ぐらいか。そんな昔の話じゃないよ。2年前ぐらいじゃね、多分。
ゆきさんだっけな。さっきの川端歩いてきたとこら辺に住んでたんだよね、犯人は。結構有名な事件だけどね。だっけ、俺ぐらいじゃなかった。まだ30代半ばぐらいだと思うけど、なんか飛んでるね。確かに線が入ってる。手で触ったからだ。このカメラだこれ。ああ。どっちのカメラだこれ。こっちか。ああ、直った。何かに反応してるね、信号の光が。レーザーみたいになってる。そういう事件がねあったっていう話。ちょっと内装してない人お願いします。200まで。お家帰りたいね。リヤトツ町とかは俺は向いてないわ。あまり人来ないし、いや、うどん食べに行ってた。休んだからな。どうしよう。いやゼロだよゼロ。誰も会いに来てない。あれどっちだっけこれ。バスターミナル前でしょ。あれどこだっけ。いや、繁華街は中洲の方だから全然。こっち向こうが。洗濯物取り行かないと。ありがとう。ありがとう、ここ。入院中の友達はね、面会できないんだって今。あと1週間ぐらい入院って言ったけど、面会できないし。
電波悪いか。電波ダメかな。あかん。ダメか。切れちゃったかな。大丈夫。ギリギリ耐えたね。ああ、遠かった。遠かった、遠かった。背中も乾いてるかな。ちょっと濡れてるな。分厚いやつは押しとくか。
これぐらいで終わるか、今日は。ね。また明日から頑張んないと。いや、ほとんど乾いてるから多分大丈夫だと思うよ。寝よっかな。ありがとうございました、ね、イベント応援してもらって嬉しかったです。明日はね、ちょっと早い時間から動かないといけないんで、おばあちゃんとこ行かない。